カルルクとは、7世紀から12世紀にわたって、ジュンガルボンチやイリッチホー地方に存在した、トゥルク経由牧民。中国史書では、ウタラロク、カツララロク、クズロクと記し、ペルシャ語では、アラブ語では、と記された。8世紀後半のカルルクとその周辺国。カルルクの存在は、東西資料の両方に記されており、様々な記名がある。新骨にしたによると、 うたら六には三つの部族がおり、北帝と五府の西北、金山の西に住んでいたという、県警二年、党によって、それぞれに都督府が置かれた。また、これら三部族を三世から六とも呼んだ。はじめは、西特欠の構成種族として現れ、うたら六の他に花陸、一周未出、筆、ところ月、ところュートメソなどがいた。上岩元年、 西特血の党、世を守る加岸は、自国が強情であるのを自負し、支配下の国々に対する恩賞を与えなかったため、諸部の衆は恨みを抱き始め、ついに宇多良六種の多くがこれに離反した。上岸十三年、西特血の乙日突陸加岸は、足長老、世を守るに任命し、脱落各川に住まわせた。これによって、足長老は、所光所月 シュートメイケル、ウタラロク、石油ミシツ、ヒツノゴセを滑ることとなる。上岸二十年頃、東突血の足なごくボツが、おつ注射美化岩と称して、塔の厳しい灰から自立すると、西のウタラロクは、北の血骨ツツと共に、車美化岩についた。上岸十三年、体操は右、行衛老将の孔ただしに命じて海部、木骨部などの兵を招き寄せて、 車美化岩を襲撃させると、ウタラろク部の泥熟血尻発や抜け最北部、初期昆布の馬が取る資金らが部落を率いて、ルマビ美化岩に背き、相次いで、党に投降してきた。その後、党は、足長ロの部落を、ガロ衆とし、タラロろくと脱の二部を合わせて、カツララ衆とし、雲中ト特府に属させた。永元年9月、ルマビカガンが、 こうただしによって捕らえられると、塔はそのあまり州と、うたらろクの左びさしをうつと軍ぐさんに移住させて、こんが州とし、こんが州志子に投了させ、うたらろクの右びさしを、狼山と徳府とし、狼山と徳に投了させた。塔は、この後、全ウト五府と関海と五府を設置した。こうして、うたらろクの武州は、モンゴル高原の宇宙県山に移住したが、 アルタイ山脈の西に残ったウタラロクもいた。県警元年、彼らは、ところみつ、ところづき、シュートメイケル、石弓室ヒツラと共に、西特決の足長路について、反乱を起こした。8月、サマモル大将軍の帝とモサダは、足長路のところ部であるウタラロクのエラツケツハツ及び、ところつきのアズシシキンラと、ニレマク国で戦い、これを大破した。 県警2年、党は、はかりごと、おとしべを、陰山と特府とし、沖渋を大幕と特府とし、当日力部を、現地と特府とし、各州庁を用いて、と特とした。党は後に、沖渋を開けて、加熱機州を置く。賛成から六は、東西特血館にあって、常に数勢を眺めて、不判を繰り返した。その後、南に移動して、賛成。 要守ると合し次第に合情となり、庭周異性の所突決は皆これを恐れるようになった。長安四年、唐は、西突決のアシナ海道を重生化元犬、もうちとごとし、アシナ婚を河原に施設土地に抜擢した。重生部落の途端が背くと、アシナ婚はこれを切った。唐は、採用異性のとばり落ち三万を収めて内続させ、うたら六、く、ころや、 ネズミニセの賛成もすでに内属した。東突血のアシナ牧説が侵略をなすと、党は、アシナコンを、庭園道大総監とし、北帝都後の床恵みらと協撃させた。党は、突起瀬都督の車ビセ、節蘇六を純国公としたが、突起瀬はすでにバチカエ城と大石城を包囲して四、鎮を取ろうとしたので、 ゆかめぐみを、安在副大都後に配して三世から、六の兵を発し、足シナ県と共に、これを打たせた。開元の始め、宇多良六は再び、唐に来朝した。天保の始め、抜け執密部、開骨部、宇多良六部の三部族は東、突血に背き、抜け、執密部の部族長である、足シせをして、血鉄伊勢河岸とし 海骨部の部族長である骨緑ハイらと、ウタラロク部の部族長はそれぞれ左、世を守る、右を守ると称した。天保三歳八月、抜け、ひつみつ部、海骨部、カツララロク部の三部族は東特欠のカラスイケルベイ、セカガンを殺し、その首を、党の刑視に伝え、太と死病に献上した。東、特欠では、カラスイケルベイセカガンの弟である、 白尾徳特の骨露法が即位して、白尾ビ科となり、抜け、質密の血鉄伊勢科学と対立した。その後、開骨部と、宇た良六部は、血鉄伊勢科学を殺し、開骨部の骨力廃羅を放じて骨、花白く人義血科学とした。その後、骨力廃羅は再び、塔に剣士を送って入朝したため、海人科学の称号を拝命した。宇た良六は、 ウツトク軍山を拠点とする海骨に侵入する一方、金山と北帝都五府においては、洋守るとして自立し、党にも毎年長考した。ウタラ六の洋守る富人は東特欠の西、洋守るである、アヌの思うを捕獲した孔により、金山軍王に封ぜられた。天保の間は五回入朝した。天保十八位目、ズイアードイブンサーリフの率いるアッバース長軍と、 高戦士率いる東軍が、天山山脈の西北六のタラスカ藩で衝突した。この時、ウタラ六が、アッバース軍に寝返ったために、東軍は壊滅し、大敗を起死した。取得の後、ウタラ六は強情となって骸骨と双壁をなし、中聖火岩の古地に移って、西洋、脱落この諸城を占拠した。これ以降、ウタラ六は東に入庁しなくなった。 大歴年間の後、西特厥を受け継いだ奇声と黒星の特汽瀬二星は、次第に衰退していったため、多くは、うたらろクや戒骨につき、一部は、中川上流に逃れた。766年に、イリ地方を占領したカルルクは、その後もモンゴル高原のウイグルカガン国と、敵対しながら、勢力を保ったが、あくまでヤブグの称号を帯びて、カガン号を用いなかった。 それは、ウイグルを、宗主国とみなしたためと思われ、カラバルガスン飛文には、ウイグルが生成した際、フェルガナで、カルルクのヤブゲを、カルルク王に作立したことが書かれている。しかし、カルルクとウイグルが東西で対立していたことは確かで、あり、それは、シネウス飛文によってわかる。840年、ウイグル化元国は、内乱の最中に、 北方のキルギズの大軍に襲撃され、ウイグルのガンが殺された。これによって、モンゴル高原のウイグルガン国は崩壊し、その残党が西へ移動して、天山山脈の北東陸に落ち着いた。これが天山ウイグル王国であり、別の一部はさらに西へ移動して、ベラサ軍にいたり、カルルクと合流した。この以前に、オキシブがカルルクから独立している。 その後のカルルクの歴史は不明であるが、940年頃にカルルク国内で最初のトゥルク系イスラム国家カラハンアサが生まれたとされるが定かではない。1125年、領が金によって滅ぼされるとその一部を率いたヤリツ大石がモンゴル高原においてカガンを称したが、1130年にまた金の攻撃を受けて中央アジアに逃れてきた。 ヤリツ大石はまず、ビシュバリクを拠点とする天山ウイグル王国を侵入させ、1132年には、テミュウ皇帝に即位して、聖領を建国した。この頃に、カルルクも、聖領の支配下に入ったものと思われる。1134年、カルルクは、カンクリと共に反乱を起こしたが、ヤリツ大石によって鎮圧された。ヤリツ大石はこの地の北辺を、 西領の直轄地と定め、ベラサ軍へ戦都し、ベラサ軍をグズオルドと改称した。一行も、カルルクは、西領の属国となる。1211年頃、カルルクの主張及びカヤリクの王である、アルスラーンカンは、第三次タングート遠征を終えた、モンゴルのチンギスカンに長考をした。その際、アルスラーンカンは、チンギスカン家の一公主と結婚し、 チンギスカンの娘である、アルトゥンベギを、ウイグル王と結婚させる約束をした。西突血に属していた頃のカルルクは、北帝都五府の西北、金山の西にあり、僕カタぶり水をまたがってただつれを包み、クルマビブと接したとあるように、ジュンガル盆地の北西部に住んでおり、その後アルタイ山脈の最陸に残るものもあれば、モンゴル高原に移住させられたものもあった。 766年以降のカルルクは、北曹期の司書、新透所に、重生火岩の古地に移ったとあり、EN、ファーリースユニド町の地理書、ハッダードア、イコールアーラムでは、中井川やタラス川の一帯から、シルバリア上流域の北岸を中心に、東イリボン地、イシククル地方、フェルガナからカシュガルまでを漁していたとある。右から左へ読む。資料によっては、 左ビサシと右ビサシが逆の場合がある。いずれにせよ、東岳カルルクを、アルタイ山脈の西から、宇宙県山に移住させたのは、雪煙タブの南下を防ぐ目的があったためと思われる。旧東序、新東序、旧東序、新東序、小松久夫、中央アジア市、P163 バルハシコ東南のコッパル地方に、当たる。ありがとうございます。